ました。当初は日本の方がかなり具が良かったんですが、はい、韓国がですね、本当に日本をよく研究して、やはり日本ってのはこういう攻め方をする、こういう守り方をする、はい、これは本当によく研究しましたね、はい、このインサイドです。当たりましたね、デッドボールです。今日は第1打席フォアボールで出塁している山田が第2打席もデッドボールで出塁。これで中田さん、また山田が2アウトから出塁です。そうですね、ホップランチャンスで見せてくれてるんでね、こういった感じの先制点を挙げたいですね。出塁率が5割を超えている山田ですけれども、今日も2回打席に立っていずれも両方とも出塁ですから、これ3回とも出塁してるんですよ、みんなね、はい、しかし、攻撃を取ってるんですよ、このボールは大事なんですよね、はい、最初問題で終わらないとね、簡単に終わらない、はい、3番山田が塁に出て、4番の筒香が打席に入ります。今日2度目のバッターボックスです、筒香。点が耐えないと、なんかだんだん嫌な攻撃になるんですよ。この大会を通して3回まで点が取れなかったというのはアメリカ戦だけです。その他の試合はいずれも1回か2回で点を取っている日本です。今回はね、立ち上がりの重い空気、相手のイデウンの投投の前に、ここまでまだ1安打0点という日本。4番筒香、牽制は日本でもいろいろ技術を学んでいるということもあるという話ですが、クイックは佐々木さん早いと言ってましたね。そうですね、あ、そういうことは知ってね、特に外国のピッチャーはみんなやってますね、そういうことはね、はい、そこのボールいっぱいに入りました。ここは中畑さん、いいところにコントロールされました。うん、これは打ってはいけないボールですね、はい、いっぱいいっぱいでしょう、あとね、いっぱいですね、はい、追い込まれました。失ってしまいまして、そのボールが連帯とのツーベースとなり、ランナー2塁に置いたところから内野小川が同点ツーランホームランを浴びてしまった。ただ追いつかれた後、中田が決勝打を打ってくれた、まあ、その時に筒香は中田のところに行ってありがとうございましたとグローブを持っていたそうですけどね、その時に中田翔が全然いいよと言ってくれた。はいはい、決勝ですね。その翌日の練習ではもうずっとピッタリと横についてましたけどね、感謝の気持ちですね、現れるね、ピッタリマークでしてましたね。まあ、しかしこの打線においても大久保監督が言ってましたが、筒香とこの中田の並びというこの演技なんですかね。だからあの本当に強振したりね、はい、なんかしてませんもんね、しっかりボールについていけるというね、そこでバッティングができてます。ランナースタート、打ち上げての内野フライです。イデウンか、いやキャッチャーか、見失った、見失った、しかし出ました、ファウルボール、誰も触っていません。触ればフェアになりましたが、これはファウルボール、外へ出ました。これキャッチャーもヤンミジも、それからキャッチャーのイデウンもお互いにどっちかが取るような、佐々木さん、そういう感じでした。あのこれはね、ピッチャーが指示してあげてるんですよ、はい、みんなやつよりは挑みますから、ピッチャーが大事に大きなことさえてるんですよ、はいはい、じゃあお互い譲り合った形ですね。そうですね、はい、さっきそのボールがエアグラウンドの外に出ましたので、ファウルボール、2ボール2ストライクです。ただ今、木村さん、ランナースタートしましたね。そうですね、この監督で走らせましたよね、はい、一塁ランナー山田、ここも山田がスタートした、2球続けてスタートを切りました。はい、そういう部分もあってスタートだと思いますからね、ライブヒットではいい攻撃じゃないですか、はい、ですから本当に手元のために今日は動いてくる可能性高いですね。そうですね、それやはり16日のプエルトリコとのゲームとは全く違います、違いますね、2ボール2ストライクです。イデウンはストレート勝負か、引っ張った、ファーストライナー、まっすぐでしたが真正面でした。3回の裏、日本代表の攻撃、2アウトから山田が出塁しましたが0点で終了しています。3回が終わりました、両チーム得点はありません。
決勝進出を目指した日韓戦プレミア12の準決勝、東京ドームからお送りしています。両チーム0対0。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の表です。先発ピッチャー大谷翔平、まず1番のチョン・グンを1球目を打たせまして、サードゴロに打ち取りました。そして2番のイヨンビに対して、これまたサードゴロ。立ち上がりテンポよくあっという間に2つのアウトを取っていきました。そしてこの3番のキム・ヒョンスに対して160キロ、最後キム・ヒョンスにはこの159キロのストレート、見事なボールでした。空振り三振です。さて1回の裏ですが、2アウトランナー1塁2塁というチャンスを作った侍ジャパン、2アウトから作ったチャンスでしたが、5番の中田はショートフライ。キムさん、ボール自体は甘かったですね。ちょっとバットが後ろで遊びましたよね。2回の表です。ワンアウトランナー1塁とランナーを出したところでしたが、ミンビョンホをセカンドゴロの併殺打、ダブルプレー、バットを折った大谷。この回わずか6球で3つのアウト。3回の表、先頭バッターのファンジェゲンに対して157キロで空振りの三振。ワンアウトからはこのヤンウィジを160キロのストレートで空振りの三振に取りました。3回を投げまして、大谷翔平の球数はわずかに25球、許したヒットは0、デッドボール1つのランナーがありますが、三振3つを奪っています。いや、大変なこの球数の少ないペースになっています。非常にね、ペース的にはいいんですけどもね、でもあとはこの一発の怖さっていうのは、ね、はい、非常にこう両チームとかね、雰囲気の中で出てきましたよね、はい。投げミスの怖さというかね、はいはい、桐町さん、まずこの日本はイデウンからどういう形で点を取るかということになるでしょう。そうですね、ある意味ではフォアボールそのものをもらっているわけですから、まあ、そういうふうなものを足がかりにですね、盛んに、まあ、ペコラクダ動いているんですが、ちょっとそれが表で出てないんですよね、今ね。佐々木さん、点を取るまでなんとかこの大谷がゼロで我慢できるかと。まあ、そうですよね、特に今日やっぱり序盤でね、まあ、ゼロゼロですからね、はい、やっぱり先制点与えたくはないですよね。韓国代表ですが、こちらも打順が2巡目に入ります。1番のチョン・グンウから2度目のバッターボックスにこれから向かいます。大谷翔平の2イニングス目。チョン・グンウは第1打席は初球を打ってのサードゴロでした。チームを引っ張ります。韓国リーグで初めての10年連続で20盗塁を決めたというこのチョン・グンウ。ライトの右です。中村が追っていきます。ファウルグラウンドにキャッチしました。先頭のチョン・グンウ、ライトファウルフライでワンアウトランナーはありません。ただ前回は中畑さん、大谷の前に10個の三振を喫した韓国打線。そうですね、ただ両打線はタットがね、食らいついて、ある程度タイミングは合わせてきているような感じがしますよ、はい、はい。その前回の対戦でもイヨンギュあるいはチョン・グン、この1、2番をしっかりと抑えて塁に出さないという一つのテーマを持って臨んだというこの日本です。バッターボックスは2番のイヨンギュです。このイヨンギュですが、台湾でちょっと食当たりになったということで、本来は1番だったんですけれども、そこからスターティングメンバーを外れるケースがありました。ただそうしたら代わって入った選手がデッドボールを受けて退いてしまい、はい、ダイソーから再びこのイヨンギュが戻ったという、うん、そんな試合があったということですね。でも雰囲気は全くそんなね、あのビッグのない雰囲気はないですよ、はい、もう大丈夫だったと思いましたが、時間を追ってこの大谷ボールに食らいつこうとしているイヨンギュです。バントの構えを混ぜてきたりですとか、まあ、なんとか木村さん揺さぶっていこうという思いですよね。思うんですが、ちょっとこのスピードにあの交差は合わないんですよね、時間的な余裕が、はい、もう少しボールが遅ければね。北京オリンピックの時は4割8分1厘と27打数10安打打ちまくったイヨンギュ、今大会はここまで21打数4安打フライになりました。
ましたが、バントはフライです。ファウルです。ここは大谷が追い込んでいます。前回よりは今回のバントがしようというね、はい、大谷に対してね、そういう姿が見せてますね。はい、特に経験の豊富なこのイオンギュがチーム全体を引っ張る上でもこう何かする姿を見せていく、そういう姿がいいと思いますよ。通風ですからね、簡単な問題をしないというね、そういう姿を見せていくというのが大事だと思います。近めインコース158キロ、今日の球速の平均が先ほど156キロと出てましたが、この佐々木さん160キロ近いところでストレートの球速が、そうですね、足が入ってますからね、やっぱりね、ついてきますね、今日はね、やっぱり前回とは違いますね、印象が違いますか。球でも多くカットしていきたいという韓国代表のバッティングコーチの話がありました。今のフォークが146キロ、前回札幌ドームでも147キロのフォークっていうのがありましたね。これがはっきりしたボールになるっていうことは、はい、それが甘くいったらちょっと嫌だなってね、そういうスイングを感じてると思います。札幌ではこの大谷に対して3回の表